はいどうもこんにちは。この動画ではカラーグレーディングの基礎にもなる色相環と多くの映画にも使われるティールオレンジの色加工をご紹介します。今回は Adobe Premiere Pro を使って映画にもよく使われるティールオレンジのカラーグレーディングの基本的な作り方を学んでいきます。ラットを当てなくても今回の動画を見た後にはいい感じの色合いを30秒ほどで作れるようになりますので、ぜひとも真似してみてください。それでは早速本編を見ていきましょう。アクション。まずティールオレンジを作る前に簡単な色作りの基本を学んでいきましょう。色相環図を見てみるとティールとオレンジは反対側にあることに気がつきます。つまりコントラストがあるので、この2つを取り入れることで際立つようになるのです。例えば人間の肌は薄いオレンジ、つまり橙色と呼ばれますが、肌色を際立たせるために背景をティール、青系の色にすると人物が際立ちます。他にも青空に浮かぶ夕日が綺麗だと思うのもこのコントラストによるものかもしれないですね。ちなみにこうした色相環的に反対色である色を補色関係とか呼んだりします。他にもいろんな色の組み合わせがありますので、カラーグレーディングの際に参考にしてみてはいかがでしょうか。さあそれではこれからプレミアプロを使って簡単に色をつけてみましょう。今回は充電が切れたとか言って私の iPad を横取りして写真をパシャパシャ撮りまくるフランスの友人の動画を使って説明します。まずは調整レイヤーを作成してクリップの上に配置しておきます。他に同じ場所で撮影した時は調整レイヤーを使うことでまとめて色の設定ができます。そしたらこの調整レイヤーにエフェクトのところからルメトリーカラーというのを探してこれを適用してみるか、上のウィンドウからワークスペースの設定をカラーにしてみることによって色を編集するモードに切り替わります。ということで今回はこのカラーパネルで編集していきます。この時にグラフやスコープを見ながら編集すると明るい場所や暗い場所を数値的に把握することができます。撮影する時にフラットやログ、ローで撮影をしている場合はコントラストが低いこんな感じの眠い絵になっているかと思います。そんな時は色補正ということでコントラストなどを上げて目で見た時に近い感じになるように調整してみましょう。これを別名カラーコレクションと呼びます。さあそれではいよいよティールオレンジの作り方です。まずはこの HSL セカンダリーというところを開きます。 HSL はヒューサチュレーションルミナンス、色相彩度明度のことです。このカラーピッカーでまず印象付けたいオレンジ、つまり肌の色を拾っておきます。そしてこのマスクを押すとその部分だけが表示されますので、反転をして背景を見えなくしておきます。そしたら上のメーターのところで肌色の部分を全てカバーするように彩度や明度の範囲を調整していきながら肌の部分が選択されるようにしていきます。反転を解除。背中の影のところが選択されておりませんので明度のところで暗い部分へとシフトしていきます。さあそしたらこの状態で今選択した肌の部分以外の背景を選択していくためにマスクを反転している状態にしておきます。さあこれで下のカラーホイールのところで青の方向へとシフトさせていくことで肌以外の背景が青色へとシフトしていきます。 Before After Before After、 肌と背景が分けられて色づいています。暗い部分では色がついてほしくないのでカーブのところを開いておいてから下の明度と彩度のグラフを見ておいて、ここで明度の低い、つまり暗い部分の彩度を下げておきましょう。そしたら今度は肌を含めて全体的に色をつけていきたいので、ここに新たにエフェクトからルメトリーカラーをもう一つ提供していきます。そしてこのカーブのメニューの一番上にあるヒューサチュレーション、色相彩度のカーブから肌色であるオレンジのところで3つ点を打っておいて肌色であるオレンジを上げていきます。これで肌色の彩度が上がってより際立つようになりました。他にもし背景の色とかをもう少し青くしたい場合はここで青色を強くしてもいいかもしれません。この辺はお任せいたします。映画っぽい雰囲気を出したいのならエフェクトからクロップというのを探し出してこいつを提供、そして上と下をそれぞれ同じくらいの間隔でクロップしてあげれば映画のタイトルカードっぽく見えます。私の iPad を使ってるくせにそれっぽく見え上がるぜ畜生。もちろんこうやって色を作った後にコントラストを上げたければ上げてみてもいいです。コントラストを上げるほど色が強調されるようになりますが、やりすぎると黒つぶれしたりプラスチックっぽいフェイク感が出てしまいますのでやりすぎには注意。さあということで違いを見てみましょう。全体的に太陽光で赤っぽくちょっと眠い感じの絵だった人の iPad を使うフランス人、そこに匠が肌の色と背景を切り分け背景を青にして肌の色を際立たせました。なんということでしょう。
10万円ほどの APS-C で撮った動画が映画のワンシーンっぽく見えるようになりました。これでラットも使っていないというのは驚きです。さあ、という仰々しいナレーションはさておき、今回の動画を参考にしてあなたの動画にちょっとした色味を加えてみてください。それではここまで見てくださり本当にありがとうございます。スキルを身につけ新たな世界へ挑戦するヒーローとなれ。いつか会える日を。